Hey yo! ケンツムッシュです。今日もね、伺ってくるんですけど、今日はですね、アップデート最新情報なんですけども、昨日ですね、タワレベ14、そしてユニレベ14が解禁されましたよっていう動画を上げたんですけども、まあ、めちゃめちゃ叩かれたわけよ、公式は。で、海外なんて特にやばくて、もうタワレベ14なんて廃止しろ騒動みたいなのがあったよ。なんでかっていうと、13から14に上げるとき、タワーレベルは今までの経験値が返ってきたよね。例えば13レベルの状態で寄付してもらった経験値とか、カードレベルを上げて、こう、余分にもらった経験値とかが返ってきてタワーレベル14になりますみたいなのがあったんだけど、実はですね、カードの場合は、返ってこなかったよ。なので、どういうことかっていうと、今、観察してる13レベルの人たちは、用意ドンで、もう一回ノーマルは5000枚ずつ、レアは、1250枚ずつ、スーパーレアは200枚ずつ、で、ウルトラレアが20枚ずつ集めろっていう仕様だったんよ。でも、そんなもんさ、もう俺もさ、課金また何十万もしないとすぐにフル感にならないじゃんと思うし、結構えげつなくて、はぁみたいな。14実装ふざけんなみたいに言われてたんだけど、もっとやばかったのが、スラッシュロワイヤルっていうさ、アップデートコストが半分になるやつ来たじゃん。で、あれが半分になるやつ来てから、ね、みんなそのタワレベル13にして、なんなら今のうちに他のカードも上げようっつって、普段使わないカードもレベル上げたはずみんな。で、その後に14来るんだったら、だったら自分の使ってるメインデッキだけ14にしたわっていう話になったよね。で、もうめちゃめちゃ叩かれた。もう詐欺じゃねえかと。スラッシュワイヤー来てからの、あれふざけんじゃねえよみたいな感じで、もうめちゃくちゃ燃えたの。で、さすがに公式もすまんと。あ、ごめんごめん。マジでごめんっつって。14実装のタイミングとかミスったと。で、ごめんやでっつって、このスラッシュロワイヤルの期間以外全部含めて、11レベルから13レベル。はい。カードを11レベルから13レベルに、する間の、余分なカードをすべて返すよっていう感じ。で、みんな本当に詐欺まがいのことじゃなくて、ごめん、これは真剣にやった結果こういうタイミングになってしまったんだよっていう、謝罪が、来ました。で、要するに、14レベルが出ることによって、11レベルから12レベル、12レベルから13レベル、13レベルから14レベルの必要枚数が変わったんよ。だから、それの、余った分が返ってくるってイメージになるので、こんな感じ。レベル11の人だと、これスーパーレア10枚。これ、あれかな、ノーマルとかも返ってくるのかわかんないけど、ちょっとこの表ねあるんですけど、12レベルの人は、ノーマル500、レア300、スーパーレア60、ウルトラレア4がそれぞれ返ってくる。で、レベル13の人だと、ノーマル2500、レア550、スーパーレア160、ウルトラレア14なんで、ノーマルはもう半分ずつ集めてねっていうやつで、レアが、あと、半分ぐらい集めてね。で、スーパーレアあと40枚ずつ集めてね、ウルトラが6枚ずつ集めてねって感じで、まあ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 、とはいえ、まあ、14実装されて、まあ、14レベルにするのはちょっとで済むかなっていう感じ。まあ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 、まあまあまあって感じですね。詳しく見ていくと、ケンツメシのツイッターがあるんですけども、キールさんってね、方が、予約してくれたんですけども、こんな感じ。昨日のレベル14の発表後、みたいな感じで、こういろいろ書かれてるわけですよと。まあ、長々と言ってもあれなんで、とりあえず叩かれてすまんと説明するよと。で、スラッシュロイヤルでレベル14の到達を祝って、で、プレイヤーが経験値を獲得して、次のね、アップデートのコンテンツを楽しむことができるキングレベル14に近づけるためのイベントとして設計されたと。で、そういう感じやったんだけども、カードの消費とアップデート後のコスト削減という本質的な側面を見落としていましたと。で、チームとして気づかなかったからマジでごめんよって感じで、はい、謝っておりますね。大きな間違いを犯しましたって、なんかすげえ、ここまで言われると、そんな気にしないで、俺らもありがとうと思うよな。で、もろもろ書いてあって、まあ、帰ってくる、カードが帰ってくるよみたいな感じですね。はい、多分レベル11もね、ちょっとずつぐらい帰ってくると思うわ。全カード。で、スターポイントも、現在持ってるもの全部残るから、落ち着けよって感じ。で、あとはあれだね。タワレベ14することは、まあ、やっぱその5年以上ね、続くこのゲームの歴史の中で、飽きないコンテンツにしていきたいって感じでね、はい、もろもろ出てきたって感じですね。はい、そういう感じで、本当にすみませんでしたっていうことが、今回のこの内容では、触れられているよっていう感じですね。公式からの、ごめんなさいっていう、あれがあります。はい、許します。まあ、14レベルの他に、いろんなこう要素が来るんで、
それ全部を見てからこう考えるのでもいいのかなっていうのが、まあ、正直な内容ですよね。今回はまあそこのタワレベ14の後があったとしても取り返しがつかないくらい14の実装今回ひどいと、カードの補填がないのはやばいという感じで、もうどんだけ課金させたいんだ、スラッシュロイヤルふざけんなって感じだったので、一応ね、こういう謝罪と、それに対するまあこう詫びカードじゃないですけど、だいぶこのカードえぐいぐらい返ってくるから、あの公式のこの対応の速さにやっぱこう脱帽というか、感じだね。まあ、かといって今後ね、騒げば変わるかっていう話でもないので、あの、叩きすぎは良くないんですけども、まあ、そういう感じなので、よくわかんねえよって方はね、この動画見て、ああ、なるほど、とりあえずカードが返ってくるのね、ほーんって感じで。あと、ここら辺の文章ね、見たい方は見てください。ということで、ケンツメシのチャンネルではね、今後ですね、最新のアップデート情報等をね、もう最速でも超わかりやすく、面白く、かっこよくお送りしていくので、ぜひ皆さんね、チャンネル登録して見に来てください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。おつめしまいばい、またねー。叩こうと思った動画の時にね、これ来ちゃったんで、まあ、こういう動画で鎮火させておきますわ。はい。